山の上ホテルは東京都千代田区神田駿河台にあるホテルである。日本におけるクラシックホテルの一つであり、特に1937年に完成した本館の建物はアールデコ町のクラシカルな内外装を残している。ホテルは1954年の開業で表通りからは奥まった神田駿河台の高台に位置している。シンボルとも言える鉄筋コンクリート建築の本館は、 1937年に明治大学 OB で若松の石炭章だった佐藤慶太郎の寄付をもとにアメリカ出身の建築家ウィリアム・メレル・ボーリズの設計により佐藤振興生活館として完成した当初は財団法人日本生活協会の管理下に置かれ太平洋戦争中には旧海軍に徴用敗戦後は連合国軍最高司令官総司令部に接収され アメリカ陸軍の婦人部隊の宿舎として用いられていた。ホテルとしての開業は1954年1月20日で GHQ の接収会場を機に実業家吉田敏夫が佐藤家から建物を借り入れる形で創業した。ホテル名は GHQ 接収時代にアメリカ陸軍の女性軍人、軍族の間で建物の愛称になっていたヒルトップが起源で これを吉田が丘の上でなくあえて山の上と意訳したことによる。吉田は長く朝日ガラスの営業部門に勤めていた人物でこの前年に独立して個人事務所を設立、知人から旧佐藤信興生活館の接収会場を伝えられたことを機にホテル業に参入した。吉田は自らの手で花森安次のコピーライティング等とも通定する個性。 ある広告コピーを執筆し、ホテル経営の素人であることを逆手に取った、困節な接客体制に努めるなど、その後反省を費やしてこのホテル独特のアットホームな、サービス文化を築いた。吉田敏夫の死後、ホテルの運営は、吉田の子孫によって行われている。1970年、別館が増築された。2012年時点でも創室数74室と、小規模ながら、 庁舎の失来と行き届いたサービスによって知られ、レストランバーなどの付属教職部門が充実している。ことでも評価を受けている。2014年6月、別館が閉鎖された。以後、本館35室のみの営業となる。2014年9月、別館が売却され、隣接する、明治大学の所有となる。2019年12月1日、施設の老朽化に伴うリニューアル工事が完成し、 営業を再開した。かつて出版社の密集していた神田に近いところから、作家の滞在や缶詰に使われることが多く、そのため文化人のホテルとして知られており、川端康成、三島幸夫池波翔太郎、伊集院聖らの作家が常宿としていた。三島は1955年当時、東京の真ん中に、こういう静かな宿があるとは思わなかった。 設備も清潔を極め、サービスもまだ、少し素人っぽいところが、実にいい。ねが、白は、ここが有名になりすぎたり、流行りすぎたりしませんようにと、使い心地の感想を語っている。段和オは、舞台女優、入江京子と、愛人関係になり山の上ホテルで同棲し、入江との生活そして破局を描いたのが、代表作、家宅の人である。 ゆずきあさこは2012年に本ホテルにおける作家の缶詰に憧れ、自腹で宿泊する駆け出しの女性作家が主人公の小説、私にふさわしいホテルを発表した。2012年10月1日、東京都下水道局は山の上ホテルが井戸水の使用量を過小に申告し、下水道料金の徴収を不正に免れていたため、東京都下水道条例に基づき、 ホテルに対し未払いの下水道料金約1800万円を追加徴収するとともに、過料約3600万円を上乗せした契約5400万円の支払いを命じる行政処分を行ったことを発表した。不正配管を使用した下水道料金の支払い逃れ、及びそれに対する過料処分は、東京都下水道局管内ではいずれも初めての事例。 山の上ホテルは2009年4月に敷地内の井戸の使用を開始。その際、井戸水の使用を下水道局に届け出なかった上、検診メーターのある管を迂回するバイパス管を取り付け、手動バルブでメーターを通る水量を調整できる、不正な配管を行っていた。下水道料金は、水道や井戸の給水量の合計で算定されるが、井戸の配管には水量を測る検診メーターが取り付けられ、 組み上げ量を水道局が検診して料金を請求する。ホテルでは手動バルブを通常閉めた状態にしておき、検診前などに従業員が開いていた。下水道局は井戸水の使用量が例では不審に思われると考えた。ホテルが検診メーターの使用量を調整し、偽装工作をしていたとみている。2009年4月5日から2012年6月21日までの2年2ヶ月の 間、給水量を実際の使用量より少なく装い、下水約49,600立方メートルを不正に使用。下水道局は不正発覚後の給水量との比較から、毎月約1,300トンの水を不正に使用し、年間数百万円の下水道料金をごまかしていたとみている。またホテルは2010年5月になって、井戸水使用の届出を行っているが、 実際の使用開始は2009年4月であり、1年にわたって井戸水を無届けで使用していた。下水道局は2012年4月、匿名の情報提供を受け、同年6月中旬により、ホテルの井戸水の使用量を精査、井戸水の使用量が大きく変動していることなどから、立ち入り調査を行い、ホテルの不正が発覚した。立ち入り調査の際には検診メーターの設置された。 配管には水が流れないよう便が閉められていた。井戸水の無届け使用に加え不正な配管の設置や検診時の偽装など手口が悪質であるとして、下水道局は法律違反にあたる可能性を視野に入れ警視庁に被害を相談、告訴も検討した。ホテル側の釈明によると、井戸水は上水道を節約するため、調理場の清掃などに使い、不正の認識はなかったという。 また10月中に追加料金と過料を納めるとの制約書を都水道局に提出したという。その後10月中にホテル側が追加料金と過料を全額支払ったため、国訴については見送られた。2013年4月5日午後4時35分頃、別館屋上の機械室から出荷、廃材などが燃える火事があり、宿泊客らが避難した。怪我人はなく、 客室部分への炎症も免れた。神田警察署によると、現場検証の結果、機械室から、タバコの吸い殻が複数見つかり、他に火の毛がないため、出火原因は、タバコの火の不始末とみられるという、機械室は、従業員の休憩所として使用されており、喫煙もしていた。ホテル側は、屋上で喫煙しないよう指導していたという、ありがとうございます。